ホーム千葉、アウェー甲府、両チームにとっての今シーズンの初戦です。両チームとも選手の入れ替えがありました。左千葉、右甲府。さあ開幕戦スタートです。まずは甲府が前線に送っていきます。山本からのボール、右サイドタッチを割っています。小柳ふわっと上げる面です。さらに金井のシュートだ。わずかに上でした。甲府は惜しいシーンでした。惜しかったですね。さあフリーで受けた野津田、チャンスになる野津田、ポストを跳ね返ってクリアしていく。ビッグチャンス甲府でした。わあ決めたかったですね。さっきのシーンです。まあ、広げたところからこれダイレクトですよね。左足で斜めに、はい、でシャドウの野津田、もう1対1ですね。惜しかったですね。さあここもうまく前線に入って逆サイド、うん、荒木が受ける。ゴール前には有田などクロスボール受けてかわしたシュートだ。中村のゴール、先制甲府。甲府のオープニングゴール、中盤の中村亮太郎です。まず広げてサイドチェンジが入ったところ、荒木の左足ですよね。中の枚数と中村しっかり落として外してクロスボール、これブアニカクロスボール、合わない、中大月でした。まだいきます。安田のクロス、パーで合わせる、決まった。決めたのはブアニカ、 J 初ゴール。高卒ルーキーが開幕戦でいきなりゴールを挙げました。ポジション取り直したところですよね、ブアニカね。何か動き出しがすごかったというよりもやっぱ単純に高いです、ボールの質とこのジャンプ力と。野津田が上げるヘディング、ボレーシュート、ブロック、笛です。長い笛、PK です。ハンドがありました。イエローカードが出ます。今のシーンです。小柳のシュートですかね。さあ両チームにとって大きなシーンです。野津田、あ、ナイスセーブ、ナイスセーブ、ナイスキーパー鈴木亮太。鈴木亮太がチームを救いました。ここでホイッスル、試合終了。開幕戦は1対1ドローゲーム、お互いに勝ち点1を分け合っています。